イェーファー、または、イェーバーは、ドイツのニーダーザクセン州フリースラント郡にある人口1万4000人ほどの町である。この町で作られるビールの銘柄名としても知られる。ローマ時代は、カウキー族の居住地であったと考えられる。9世紀に、イェーファーとデュストリンゲン・ラストリン郡は、フランク王ルートビヒ一水によって、デンマーク人のロードホリオルドに与えられた。中世においては、 ジェバーとして知られ、ザクセンコーベルフ家、オルデンブルク家に領有された。13世紀には市長を選挙で選ぶことが許されたという記録がある。中世が終わる頃には港はなくなっていたが、イェーファーは貿易や商業の独立した町として栄えた。1511年に市長エド・ウィームキンが死ぬと、西フリースラントのグラフエドザードによって占領されたが、エドの娘、 マリアの下で独立を回復した。1575年、マリアの意志で、オルデンブルク家の領地となった。その後アンハルトとセプスト家に引き継がれ、オルデンブルク公フリードリヒ・アウグスト一世の死後、ロシアの領地となった。ナポレオン戦争を経て、1808年から1810年は、オランダ王国に領有され、フランスの隊長により、ロシアの手に戻り1818 18年、 オルデンブルク港の領地に戻った。アンハルトとセプスト家は商業の秘密や自由を保障する政策を取ったので、イェーファーはフリースラントにおけるユダヤ人の主な居住地となり、19世紀にそのピークを迎えた。その後、経済的なチャンスを求めてより大きい町に移住が行われ、1920年代からは反ユダヤ主義からの亡命のためにユダヤ人社会は縮小された。 1933年にはイエファーのユダヤ人は98人に減った。水晶の夜2802年に設立されたシナゴーグは完全に破壊され、ホロコーストで少なくとも63人が殺された。ありがとうございます。